ヤブギ事件になりました。始まりです。コラボレーションお願いします。面接から話します。あんたいつも参加されてます。あんたいつも参加されてます。絶頂でプロだ。あんたこと愛します。コラボレーションお願いします。去年、私はこのようなことを叫びながらメントスコーラを持って有名 YouTuber に無理やりカメラを向けて撮影するという迷惑行為をしていました。私は山口県防府市生まれで、親に大学まで行かせてもらっていましたが、社会人になって上司とうまくいかずに職を転々としていました。人生を一発逆転したいと思い、YouTube を始めることにしました。最初は再生数も取れて、お金も稼げていましたが、徐々に過激さが増していき、YouTube からアカウントバンされるようになりました。その後、去年の7月にスーパーで会計前の魚の切り身を食べて逮捕され、10月にも黒人のお店に偽物の商品を売っているとイチャモンをつけて逮捕されました。同時に7月に逮捕された時に新型コロナウイルスに感染していることが発覚し、集団クラスターを起こしてしまいました。誰もがニュースや新聞で私の名前を見たり聞いたりしたと思います。昨年はたくさんの人にご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。反省の一つとして、 YouTube アカウントバンされてから本業であった自分のチャンネルも YouTube 配信は1年間一切せずにいました。刑務所にも入りました。配信者としてみんなに忘れられてしまう恐怖や不安と戦いながらずっと悩み続けましたが、これがけじめだと思って我慢しました。今後は犯罪行為や迷惑行為をせずに活動してまいります。今回 NHK 党を応援しているのは、私のようなものでもやり直しして最終的には税金をしっかり納められる国を作りたいと思ったからです。現在の制度、保護観察処分の身では YouTuber として復帰することが困難です。納税して社会に役立つところか暮らしていくこともできません。繰り返します。30歳元迷惑系 YouTuber、 はっきり言って私は経歴的にも職歴的にもやり直すことが困難な年齢です。引きこもり、元犯罪者、自閉症、犯罪を繰り返した障害者、職歴もなく学歴もなくスキルもなく年を食った人間は日本においてドロップアウトした人、そんな扱いです。ましてや YouTuber、 元迷惑系 YouTuber、 そんな人間はフラフラした人間という扱いにしかなりません。例えばハリーポッターの作者のローリングさん、秘書の仕事をしていた時にハリーポッターの主人公が浮かび、会社で執筆活動をしてクビになったそうです。生活保護を受けながらハリーポッターと賢者の石を書きヒットしました。日本ならバイトをしてもいいから働けとなります。生活保護で小説を書いているとか税金の無駄遣いとか言われるでしょう。ローリングさんはひょっとすると僕と同じで普通の仕事ができなかった人のように思います。繰り返します。日本は新卒で仕事につけなかった人、犯罪者、自閉症、犯罪を繰り返す障害者、引きこもり、職歴も学歴もないドロップアウトした人に異様に厳しい国です。何か悪いことをしたら一生叩かれる、一生ついて回る、そういう国、再チャレンジ、やり直しができる国、みんな政治家は口にします。でもこの日本という国では2世3世の国会議員、そうでなくてもいい大学、いい会社から国会議員になってエリートばかり、再チャレンジが必要な人の立場なんて分かる人なんてほとんどいないですし、そういうことも経験もない人ばかりで、
どういう状況にあるかすら想像できないでしょう。そんな人たちにセカンドチャンスを作る国、再チャレンジできる国を作ることはできないと思ってます。 NHK 党を応援し、元迷惑系 YouTuber ヘズマリュウの私のようなクソでも やり直しができる国にしたいと思います。セカンドチャンスが欲しい一人の人間として、僕が政治に関わることでセカンドチャンスを与えれる国に変えることができると思います。最後に、再チャレンジができない人、セカンドチャンスを与えない社会をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、皆さん大変すいませんでした。フレイタカミです。2枚目の投票用紙にはぜひ NHK 党とお書きください。それでは投票に行ってらっしゃい。Thank you.